今回は、肉厚めの HP が3500万になってからジーク探検の必要本数がどうなったのか確認していきましょう。まずは、バブ召喚攻撃です。試しにこんな編成を組んでみました。カイムハイランダーにしており、空欄の2枠の武器を入れ替えてダメージを確かめてみます。今回比較に使ったのは、リビルド前後の攻撃ジーク探検1本ずつと、ユグケン&オールドペルセウスです。何と比較するのがいいのかよくわからなかったのですが、今回はとりあえずこの組み合わせにしてみました。そして、フレイシをマグナにしてしまうと、週末超越のヨダメアップにカゴが乗ってしまうので、今回はフレイシをルシにしました。さて、バブ召喚攻撃のダメージを見てみましょう。ジーク探検ありの場合は、3610万ダメージ、ジーク探検なしの場合は、3590万ダメージであり、ほとんど変わりませんでした。というのも、ジーク探検は結局のところ基礎火力が大幅に上がる武器なので、他の要素でしっかりと確保できている場合は上限に届いてしまい、ダメージに差が生まれません。フレイシを攻撃力 150% アップする超越ルシにしていますし、土属性の場合は、11本目の武器であるカイムがいますしね。ここで、フレイシをかぐやにしてみましょう。結果は、ジーク探検ありの場合は、3570万ダメージ、ジーク探検なしの場合は、3420万ダメージとなり、差が大きく開きました。フレイシをかぐやにすることで基礎火力が大きく下がったので、ジーク探検の本領が発揮されたというわけです。以上より、バブ召喚攻撃では、片面かぐやにしたい場合は、基礎火力が低いのでジーク探検の価値が高いです。一方で、フレイシを火力石にする場合は、ジーク探検というよりも、キャラ、ウリエル拳、最終カイムなど、上限を超えてダメージを伸ばせる手段の方が重要になります。次に、どの肉集め編成を使おうか悩んだのですが、一番早いであろう浴衣掘り愛知アビ2プラトンの編成で検証してみました。編成はこのようになっています。攻撃ではなく、2プラトンで締めることにより、事前に連撃硬直が発生せず、攻撃のみよりも早く周回できます。そして、メイン石土の子&水ギールノートにすることで、構え演出のキャンセルができるので、これが一番早いです。さて、先ほどの検証結果より、フレイシをかぐやにして、武器は5枠をいろいろと入れ替えていきます。それぞれの本数でどんな武器編成が強いのかよくわかりませんが、今回はこの6種類を試してきました。結果としてはこのようになりました。ジーク探検が増えていくごとにダメージは伸びており、私の環境ではジーク探検3本から3500万ダメージを超えました。今回はキターンをサブに入れていませんが、レベル250を持っていれば、2本でも届きそうな気もします。また、サブ石に水着マンドラゴラ4凸を採用しており、これの有無で基礎火力が大きく変わってしまいます。試しに編成から抜いてみたところ、結果はこのようになりました。なんとジーク探検5本でようやく3500万ダメージに届いており、しかもかなりギリギリです。次に、両面かぐやで試してきました。武器の入れ替えは先ほどと全く同じですが、キャラは、水ギールノートを入れても意味がないので、DA 発生時追撃を付与できるハロウィンダーントにしており、さらに、召喚石は、水着マンドラゴラとレベル250のキターンを両方入れています。ちなみに、水着マンドラゴラなしの場合は、ジーク探検5本にしても3500万に届きませんでした。この編成でジーク探検の本数を変えて試してみた結果はこのようになりました。たまたま先ほどの結果と同じく、3本目から3500万ダメージを超えました。以上より、浴衣掘り愛知アビ2プラトン肉集めでドロップ率を持って効率よく周回したい場合は、最低でも3本集めておきましょう。厳選が甘い場合は、4本目や5本目が必要になるかもしれません。ということで、今回は、
ジーク探検の必要本数について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。